災いもたらす民進党下野させるのが台湾の民意、中国が牽制。もし虎が台湾有事につながると専門家、中国はじわじわと軍事的経済的に圧力、台湾の今後は、台湾政策を担う中国国務院台湾事務弁公室のチェン・ビンホワ報道官は17日の定例会見で、台湾総統選で民進党副総統の頼清徳氏が当選したことをめぐり、台湾と台湾海峡の平和は水と火ほど相入れず深刻な災いをもたらすのみだと述べ、中国と距離を置く民進党政権を改めて強い言葉で牽制した。チェン氏の発言は中国国営メディアの記者から、頼氏の就任後は台独の動きが強まるため、一部世論は平和統一の可能性はついえたと捉えているが、今後はどう向き合うのかと問われて答えたもの。チェン氏は総統選と同日に投開票された立法院選挙で民進党が野党に敗れたことを念頭に、二つの選挙結果は民進党が台湾を代表できないことを十分に証明したと改めて主張。その上で民進党を下野させ、戦争ではなく平和を求めることが党内の民意の主流だと述べた。1月13日に行われた台湾の総統選挙で、頼清徳新総統が誕生しました。台湾の政治が新しいステップを踏んだわけですが、気になるのが台湾有事。日本にとっても心配な台湾有事は本当に起こってしまうのでしょうか。ニュースランナーの吉原光健キャスターは現地を取材し、台湾の市民はすぐに中国が攻め込んでくるような緊迫感を感じるまでには至っていないものの、実際に起こるのかどうか懸念はしているということを実感しました。台湾と中国の政治に詳しいキャノングローバル戦略研究所の峰村健司主任研究員に聞きました。台湾有事の可能性はアメリカ大統領選挙の結果次第。まず時期については、2024年11月、アメリカ大統領選の結果次第でということです。峰村健司さん、この間、私もワシントンに行ってきて、民主党、共和党の関係者に会いましたが、一言で言うと、トランプさん強いな、という印象でした。今までトランプさんがひょっとして勝つのじゃない?と、もし虎とかよく言われていましたけども、もし虎ではなくて、本当にトランプさんが勝つのではないかという状況です。そうなってくると、トランプさんが勝つと、どうなるのかってよくわからない。いきなり台湾も助けないというかもしれないという意味では、ひょっとしたら危ないのではないかという意味で、今年の11月と言いました。切り捨てるとも言える状況となるかもしれませんが、具体的にはどういった内容になりそうですか?峰村健司さん、本当に予測不可能なのですが、一つあり得るとしたら、トランプさんは、中国との貿易赤字が一番気に入らないんですね。例えば、中国の習近平さんが、いっぱいアメリカのものを買ってあげるから、その代わり、ちょっと台湾だけ目をつぶって、とか、ちょっと黙っててね、と言って、いいよいいよとなってしまうような場合はあると思います。中国は、軍事的経済的に圧力を高めていく。では、中国はどう動くのでしょうか。まず言えそうなことは、軍事的経済的に圧力を高めていくということです。具体的には台湾海峡での大規模な軍事演習、海上封鎖などを行い、さらに経済的には台湾産商品、製品の禁輸なども考えられるということです。圧力を強めていくといっても、軍事侵攻に至る可能性はどうでしょうか。峰村健司さん、よく台湾有事というと、軍事侵攻だという方が多いのですが、私はゆっくりゆっくり圧力を強めて、ねじり殺していくみたいなイメージをしています。じわじわと締め上げていくというやり方を、今中国は考えていると思います。例えば、ナウルと断交したというニュースもありましたが、あれも一つです。あとは経済的な圧力や、さらには政府の船などを使って、
船の検査をやりますという形で、台湾に行く船を妨害するというような嫌がらせをするという可能性も考えられます。アメリカに太いパイプを持つという蕭美琴氏が副総統になるという話もありますが、それでも例えばトランプ大統領が誕生した場合には、台湾とすると後ろ盾をなくす形になるのでしょうか。峰村健二さん、実はアメリカの戦争はトランプさんや大統領が決めるだけではなくて、議会と協議しなければいけません。だからこそ、ストッパーとして、もし虎に備えて、議会は翔さんがグリップしていくということは、多分考えているのではないかと思います。議会さえグリップしておけば、なんとかひょっとしたら、うまくアメリカの助けを得られるかもしれないと考えていると思います。日本は、有事が起きるもっと前に向き合う姿勢が大事。台湾としても、台湾有事があった時には、アメリカ、そして日本には助けてほしいという思いがあると思います。日本はどういう立場、スタンスであるべきだと思いますか？峰村健二さん、実は有事の時に米軍が助けに来るか、自衛隊が助けに来るかという世論調査をやると、自衛隊が助けに来てくれるという人の方が、はるかに多いそうです。なかなか憲法の制約があって難しいのですが、日本としては、やっぱりいきなり戦争になる前に、例えば海上封鎖するみたいな時に、どう助けるのかですね。もっと言うと、その前の段階で、そういう強制的な嫌がらせをするとか、警告をするなどの、いわゆる力による恫喝みたいなことをしてはいけないよという形で、台湾の人たちを守っていくという姿勢が非常に重要だと思います。日本としてどう向き合っていくかということを考えることも非常に大切なことです。台湾が中国に併合されたら人民解放軍を置き自由はなくなる。視聴者より LINE で質問が来ています。9. 台湾が中国に併合されたら日本にどんな影響が出ますか？峰村健二さん。いや、もう考えたくないですよね。私が取材した中国の軍の関係者によると、絶対台湾には中国の人民解放軍を置くと言っています。そこで基地を作ると、そうなるとどうなるのか。実は日本の物流の、特に海の荷物の9割が台湾の周辺を通っています。例えば、もし日本と中国の関係が悪くなった時に、嫌がらせみたいに日本の船を止めるというようなことをやって、日本に対して、脅しをかけてくる可能性が出てくると思います。9. 台湾が中国に併合されたら、香港のように自由がなくなるのですか？峰村健二さん、残念ながらなると思います。香港も最初のうちは、一国二制度といって、制度が違いますよとやっていましたが、今じゃどうですかって見ると、言論の自由というのはかなり縛られて、メディアも自由に言えないという状況になっている。そういうことを考えると、台湾だけ特別扱いということは、私はありえない。おそらく香港みたいになってしまうだろうと思います。だからこそ、やっぱり簡単にこの併合を許してはいけないと、日本から見ると思います。現地で台湾市民の声を聞くと、一番大事にしていることは、自由と民主主義と多くの人が語っていました。これが失われることに対しての警戒感が相当あり、香港のようになりたくないという思いを持つ人が大勢います。日本からも台湾の情勢を注意深く見守っていく必要がありそうです。いくら台湾も世界も何を言おうが、州は2032年までに取りに行く可能性は高い。やるときはウクライナのように長引かないように、ミサイル、航空船、海上すべてから一気に来るでしょう。多分尖閣諸島もセットで、知事の状況によっては沖縄も一気にあり得ると思います。そうならないよう、日本、アメリカ、オーストラリア、フィリピンと連携し、完璧な勝ち目のないと思いとどまらせる体制を作るべき。